公園と一人の男というお話でございます。このところ天気がよく、冷たい風はやや弱く、私にとって何とも言いようのない日が続いていた。こんな私を照らすとは。仕事を辞めた私は行く当てはどこにもないのだが、太陽の日差しに誘われてとりあえず外に出て歩き出す。あまり遠くに行きすぎると帰りが面倒になるので、たどり着く場所といえば家の近くにある公園なのです。私は公園内を少し歩いてからベンチに座る。そこで吸い始めなければ吸っていないであろうタバコを吸う。他の誘惑が私を誘う。迷いながらもつい缶コーヒーに手を出す。あまり甘すぎないものを選んで、公園で一服を始めると安らぎよりも違う感情が生まれてくる。私はまだ30前だが、なんだか定年したみたいだな。ポツンとしてる、ポツンとした気分。何かやりきったのかな。一体何をだろうか。ああ、だんだん寒くなってきた。風が冷たくなってきた。コーヒーも飲み干し、心と体に何かが生じる。座ってゆっくりしていられなくなる。立ち上がり歩き出した。街中を歩いて帰る。あれ、ここも募集しているな。お、ここもじゃないか。よし、一応メモしておこう。私は仕事募集の張り紙を見て何件かメモをした。一体私と同じ今歩いている人は何をしている人たちなんだろうか。そんなことを思いながらメモした紙を家に持ち帰り、そのメモをじっと見つめた。気になる仕事が一つあった。私はいろんなイメージを浮かばせた。そして翌日、目が覚めると今日も天気がよく、嬉しい反面悲しい気分。今日も外に出ることにした。少し歩き、昨日気になった張り紙を見に行くと、もうなくなっていた。慌てて家に帰る。走っている途中、なぜか胸がドキドキしていた。家にたどり着いてもなんだか落ち着かない。思い切って気になった仕事先に電話をした。ああ、もしもし。あ、すいません、うちはね、もう決まってしまったんですよ。私は落ち着いた。その仕事をやりたくなかったのだろう。だが落ち着いたはずが、すぐ落ち着かなくなった。もう外は夜、太陽に誘われるはずもなく、そんな気持ちのまま夜を過ごした次の日も天気は晴れ。ああ、働きたい、働きたい。今日とても働きたい。いろいろメモしてきた仕事先から一つ選び、電話をかける。プルルルルルルル、ガチャ。ああ、うちはね、そういう人はお断りしています。学生さんならいいですけどね。何かとてつもなく恐れていたようなものにぶつかってしまった気がした。ブツ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 、ブツブツブツ。今日働きたいと思ったってさ、そりゃそうだよな。あまりにも勝手すぎるよな。一人で生きてんじゃねえんだからさ。ああ、ブツ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 。ああ、このままじゃダメだよな。ああ、分かってんだけどな。ああ、でも一体何がしたいんだ。ああ、ブツ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 。いつの間にか公園にたどり着いていった。ガシャッゴトンゴン。缶コーヒーを買い、
いつものベンチに座った。今日行動に移したよな俺。怠けるなら思いっきり怠けりゃいいじゃねえか。あーでもな、不安で落ち着かないんだよ。あーあー参ったな、働きたいよ。でもなビュー、強い風が吹いた。あ、風だ。急に強くなってきたよ。なんだかな。私は風の強さを体で感じ、少し我に返った。その時風に飛ばされてきた紙切れを拾った。それに目を通すと求人広告だった。しかし元気で明るい方のみと書いてあったので、ああこれは俺にはできないよと思い、その紙を捨てた。と周りを見渡すと公園がゴミだらけになっていることに気がついた。あら、私はすくっと立ち上がった。吹き飛ばされてきたゴミたちを夢中で追いかけ始めた。今までモヤモヤしていたことなどを忘れ、私はゴミを片付けていた。私は働いていた。黙々と、そして汗をかいていた。綺麗になった公園を見渡した。こんなに綺麗になったよ、気持ちがいいや。いつの間にか私は公園を掃除していた。そして爽快感を味わっていた。私は思った。働いた。今日働いたよ。このところ味わえなかった最高の一服を味わったのです。うまい、うまいと私は感じた。ふわー、おしまい。いつもご視聴ありがとうございます。スワンプ TV の江森でございます。ね、すっかりもうね、夏になりましたけどもね、暑いですよ。夏はね、暑いんです。皆さんね、ぜひね、登録チャンネルお願いいたします。携帯ね、携帯やスマホの、ね、方は下のね、登録チャンネルボタンをクリックお願いいたします。 Please subscribe!